そうだな。一旦基地に帰ってどこか手頃な村まで連れて行くことにするか。もう基地に帰んの？ああ、海は？海行くって言ったじゃん。ハンナ、お待たせですわ。さあ参りますわよ。ああわかった。それでは出発ですわ。ゼベル基地へと戻ったヒューイたちはセシルを伴い翌朝北へと出発した。目的地はテルジエ。ゼベル近郊で最も栄えるこの町へとセシルたちを送り届けることとなったのだ。そして基地を出発してから4日目、一行はテルジエの門をくぐった。臭いですわ。個人員だもの。私には似合いませんわ。じゃあやめるの？どうしましょうかしらね。子供たちのことを考えたらここでお世話になった方がいいと思うけど。まあ10人からの子供を食べさせる自信があるんだったら入らなくてもいいけど。仕方ありませんわね。みんな、行きますわよ。はーい。お姉ちゃん、バイバイ。やっと行った。やれやれだね。戻ってきた。げっ。まだ何か？別にあなた方に用はありませんわ。ああ、そう。ヒューイさんとか言いましたわね。ああ、まあ私一人でもここまで来れましたし、お礼なんて言うことないとは思いますけど、とりあえず言っておきますわ。ありがとうございましたですわ。そいつはどうも。本当はあの子たちを食べさせることなんて簡単ですけど、まああなたへの義理もありますし、とりあえずはこのボロ小屋で我慢しますわ。それがいいだろうね。でもそのうちこんな生活から抜け出してみせますわ。そうね。ではごめんあそばせですわ。今度は戻ってこないよね。たく素直じゃないっていうか。いいじゃないの、これで会うこともないだろうし、とりあえず宿探そうよ。すぐに出発しないんですか？片道4日だろう。半日くらい稼いでも仕方ないじゃないか。それはそうですが。ねえねえ隊長。なんだ？いい宿があるんですよ、いい宿が。いい宿？露天風呂、露天風呂ですぜ、旦那。ハンナ、人が一生懸命孤児院探してる間、そんなの見てたの？いいじゃないか、宿探す手間が省けたんだから。ハンナ、案内しろ。さすが隊長、こっちだよ。結構いい部屋だな。さてと、夕飯まではまだあるし、どうするかな。お、結構いいじゃないか。おお。隊長。悪い。おい。出てって。だってここ男湯。いいから出てけ。だから。
気がつきましたか？ここは私の部屋です。それより大丈夫ですか？大丈夫かって、おお、な、何か？確か風呂場でアリアの裸を見て。余計なところは思い出さなくて結構です。で、風呂場でこけて頭打ったんだ。はい、痛みませんか？まあ、マシかな。よかった。へえ、心配してくれたんだ。それは一応こんなのでも体調ですし。悪かったな、こんなので。いや、とにかく私の早とちりでご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。早とちり？ここ混浴だったんです。それなのに私、隊長が覗きに来たんだと思って。別に覗きが趣味なわけじゃないけど。でもそのなんていうか、空いた場合は。いいよ、弁解しなくて。すいません。俺もめったに見れないもの見せてもらったし。隊長。冗談だよ、冗談。そういう冗談はやめてください。アーリア、あれ、ハンナよ。なんで隊長がアリアの部屋で寝てんの？なんでもないの。なんでも。それより何かよ。そうだ、ご飯だよ、ご飯。早く食べに行こうよ。じゃあ隊長、行きましょう。ああ。でもさ、ひどい話だよね、ご飯出ないってさ。飛び込みだったんだから仕方ないでしょ。でもさ、愚痴ってないでさっさと歩く。いいじゃないか、あの店うまかっただろ。うん、美味しかったよ。でも、じゃあそれでいいじゃない。でも、すいませんです。ん？ここはどこなんですか？どこって聞かれても。ヘルジアだよ。ヘルジアですか？ああ。じゃあゼベルにはどう行けばいいんですか？ゼベル？南だな、ずっと。南はどっちですか？あっちよ。ありがとうございました。何あれ。さあ、とにかく帰るよ、明日も早いし。はーい。隊長。なんだ？の子じゃないの？そうだな。森に入ってくよ。迷ってるみたいですね。ゼベルまで連れてくか。その方がいいですね、遭難者なんて出したくないですし。じゃあ迎えに行くか。どこに行ったんでしょうか？おーい。隊長、あの声。あっちだな。早く行きましょう。ちょっとあなた。
とにかく倒せ。行くぞ。行くよ。行くぞ。こう。行くよ。行くぞ。こう。行くよ。行くぞ。こう。行くよ。
行くぞ。こう。行くぞ。こう。大丈夫だった？何がですか？何がって、殺されるとこだったのよ。誰がですか？君が。襲われるとこだったんだよ。そうだったんですか。全然わからなかったです。わからなかったって。それよりゼベルはどっちでしょう。とにかくついてきなさい。でもゼベルに。私たちが連れてってあげるから。そうなんですか。そうだよ。じゃあ一緒に行きます。でもさ、あんなとこに何しに行くの。なんもないよ。お仕事です。仕事？ヒューイさんっていう人のお手伝いです。俺の？俺じゃなくてヒューイさんです。あのね、隊長がヒューイなんだよ。隊長じゃなくてヒューイさんです。だからこの人がヒューイなの。俺がヒューイだよ。そうなんですか。ティアはティアです。よろしくお願いします。よろしくって言われても。ああ、何？渡すものがあるんです。渡すもの？はいです。ちょっと待ってくださいです。あったです。配属命令書ですね。じゃあ新しいお仲間？そうみたいね。ティア。はいです。配属を許可する。はいです。デュシス、どうかしたのか。そのボルボレードから伝令が来たって聞いて。ああ、ルーシエラ軍の一帯がボルボレードを離脱していったらしい。追撃部隊は未帰還のままだ。まさかセリアが。総大将がわざわざ追撃するはずがないだろう。
でもよかった。どう思う、グロ。どうって？ルーシエラの動きだ。なぜそれほどの精霊を離脱させたのか。ただの伝令じゃないのかな。増援を頼みに行ったんだよ、きっと。いや、違うな。昨日今日ボルボレードを囲んだわけじゃない。そうか。アルビダブを固めに入ったのか。それとも中路軍の後方を撹乱させるつもりなのか。どうしたの？いや、こんな時にあいつがいればと思ってな。あいつってヒューイのこと？ああ、あいつならすぐに答えを教えてくれるさ。そうだね。それよりさ、ディッス。なんだ？伝令ってそれだけ？なあ、持ってきたのはこの書状だけだ。そう。それがどうかしたのか？なんでもない。じゃあ、もう帰るから。グロウ。何？お前が見たいのはこれだろ。はあ？愛しいセリア様からの手紙だ。伝令が持ってきた。ひどいよ、ディス。そう怒るな。少しからかっただけだ。もう。式はボルボレードが落ちてからだったな。うん。ジュシスも出てくれるんだろ？ああ。それにしても。なんだよ。いや、セリアの花嫁姿を想像すると。ジュシス！悪い。だが。だかじゃないよ。あれでも可愛いところがあるんだからさ。楽しみにしてるよ。だが、その前に落とさないとな。うん、明日だよね。クリカラ攻略は。ああ、頼りにしてるぞ。